渡ります。天皇陵行く前にね、甲賀伏見天皇陵の神陵じゃないかと言われてるんですよ。天皇さん、ああ、ここまぶしか。奈良はちょっと釣りが多すぎるね。これイノシシよけかね。はい、すんまへん。まだやぶや。あ、いててまだふくらはぎをね、ちょっとまたひねってもうてね。いやいや、もう奈良は蛇が多すぎる。一回この中の石室入ろうしたんだけどね、滑って転んで、点々で、なんか背中までね、ベトベトになって、ちょうど雨上がりでやめたんやけど、そこから一回入らないかんないって、ね、ライトとか買ったんやけど、どうも一人ではね、なんかだいぶ奥はあるみたいやけど、いる時はちょっと狭いんでね、近くの可能性があるのかね。天皇陵やからね、誰馬子さんにやられましたか。これまっすぐ上がったところがね、いやー、これ帰りまた足が上りなんとかならんかね、痛いな、ね、やっぱり天皇陵でございます。この狭さやからね、入り口が。わ、今回こんなやつ入れた、この前ベタベタやったもんな、ちょうど雨上がりやったからね。なんかものすごく広いらしいんだけどね。いやー、やっぱちょっと濡れてるか。いやー、一回ね、今度入りたいんやけどね、あのガイドさんがね、いやー、これ光、ライトがいるね。あ、こんなんやったの。なんかもっと狭いよと思ったんやけど、ここでズテーンと滑って、ここにあれを段ボール引いてね、ほんで滑って、で段ボール意味なかったよ。段ボールを滑ってもうて、で奥にバタバタバタって、ほんで、ね、背中ドロドロやったよ。あれがあの剣から1回もね、中入ってない。あれがなかったらよかったんやけどね。あの時が一番よかったんだけどね。入るタイミングとしては。何年か、2年ぐらい前やったか、1年ぐらい前やったか。この高さやからね。この上も上がって眺めたけど、なかなかいい眺めです。雰囲気がね。はい、ありがとうございます。これ今、石室ですよね。あれは入れってみんな言われるかもしれないけど、今日は無理ですわ。いや、左足は。ね、ちょっと痛めとるから。ほんで、伏見天皇陵に行く予定で、こう、たまたま横あったんで、寄ったんでね、こうね。天皇陵ね。ここはそうじゃないかと言われてんねんけど。ちょっと横の、2、5分か3、5分か。痛い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 。痛いけど、ちょっと見たいな。ちょっと入れんかね。入れたら嬉しいけどね、入れたら。ちょっと行ってみようか。前の一回トライしたいんだけど、入れないんだね。うわー、これ怖いね、これ。足痛いから、これ落ちたらこれ、死ぬね。これぐらい高いわ。5、6メートルある。怖っ。
これは怖いわ。足が何ともなかったらどうしようもないのにね。怖っ。いやー怖い。いい、足が痛いし。ビビりまくってるわね。あら、墳丘が見えます。お、キノコが生えてるけど。このフェンスが高いからね、入れなかったよな。昔々来た時ね、なんか全部破れ、何にもなかった、山、マウンド見えなかったな。今綺麗にね、伐採してくれたから綺麗に見える中、山見えませんけど。歩いてないな、これ。歩いた足跡が全然残ってないけど、歩いてないわ。あ、そうやけど、ライト持ってきてないかな。入れたにしても。ああ、やっぱり入れんか。これか。あっこにね、大きなマウンドあるでしょ。あれより入れるらしいんやけどね。聞いたところによるとね、これ入れるって言わはんねんけど。あそこにね、大きな石室が見えとるんやけどね。石棺もあるよだかな。何基あるのかね、あの確認できただけでも3基やけど、もっとあるはずだけどね。足痛いね、降りるか。痛いね、痛いね。それでも降りるか、痛いのに。痛いね、痛いね。ここがそうですよ、これ石が見えましたら、これ石室がここから入れたんだろうけどね。これ天井石かね。これ天井石はね、ちょっとね、斜めになってんだけどね。ということは、この下から、下になんか入り口あるのかね。いや、ないね。これが天井石やったら、ちょっと斜めになってんだけどね。この高さやから。ちょっと小ぶりではあるけどね。これも掘ってみたら、中に石棺と出てきたら面白いですね。あかんか。何にも。この人入るのかな、この人たち。こんにちは。入りはんですか。いや、まあ、先に入って。いや、どうぞ。いや、もう僕ら待ってますよ。え、僕ら待ってるんですよ。あれやって入っていただいたら。いや、わし一回そこで焦げてね、ほんでドロドロになって。今一緒に入られたら案内しますから。今ガイドの訓練校で。そうですか。ガイドさんの涙が一人来て、そこで引っこか。ここで通ってさ、ほんでそこでパッキン引いて、ドロッと滑って、ほんで、背中ドロドロって。それは聞いてたんやけどね。よし、うん、YouTube してんねんな。YouTuber。YouTuber。どうぞ入ってください。今空いてんだろ、どうぞ。はい、すんません。はい、足とこれ脱いでいこう。いや、脱がない。はい。すんません。今行かせてもらいますね。これ、帯乗っていいんかね。はい。どうぞ。お尻から置いてください。行きますから。合わないと、下向きに。全部こうね。下向きに。あとが行かないように。これはもっとあったりする。この辺まで滑って落ちたのよ、これ。ここまで。ここまで来て、ドロドロになって帰ったんや。もうちょっと後が早く、渡るから。そこまで行くのか、あとはちょっとだいぶ、もうここは立てるんだよね、もうちょっとすれば。もうちょっと頑張りましょう。私のこの色付けいやー、あ、もうちょっと、すんまへん。なんかちょっとね、灰の晴れに言ってくれたから入って、まあ、せっかくやから。あ、初めて来ましたわ、そこまで入ったけど。まだもうちょっと当たります。ここはまだもうちょっと、私の
あ、まだあるですね。もうちょっと探してもらったら、もうそこから多分、もし大丈夫。あ、この辺だとだいぶ高いですね。もう一度、もう一度。はい、すみません。高い高いあれ、まだ見に来はったんですか。いや、今日はあの寿司の天皇陵とかいろいろ回ってたから。あ、それがね、これ、はい。ずっと後ろ回ってもらったら。今、コウモリ陵にコウモリいます。こんな高いんですか。そうそうそう、4.2m。いやー、4.2m。はい、4.2m。4.2m。はい。すごいですね。でこれ、長かけと大きい、これね。長くてね、はい、で投獄されましたから。投獄されたところで何もないですね。何もない。ああ、何もないですね。何もないです。よくこの間開けてね、やっぱり。これはどこの石ですか。これは多分ね、あのこっちの、お父さんこの辺辺りぐらいです。こっちは。この辺の。そうそう、もう持ってこれませんから、二条山とか。おはい。その日に埋められてますでしょ。はい、あ。そんな無茶苦茶だったんですか。そうそう。じゃああっちは違うんですね。そう、あれはね、あの暗いとかしてるだけで、うん、本当はここやで、ガキの中では。そうやろうね、これ見たらこれすごい。その日にも葬られてるからね。あで、これ10基ほど、いろんな古墳があった。それを潰して、ここをこしらえてる。ああ、もともと古墳がずっとあったんですか。あったよ、今10基あるよ。3基しかわからんけど、10基あるの。そうそう、それをね、崩してここに。はしたら、もうこれが一番信憑性あるやろな。おでかいぞ、これ。天井石も。そうですよ、こんなもできてね。天井石も2枚ですか。そうそう、ね。おお、すごいね。すごいでしょ、これは入らなあかんかったね。これはできても、もうすげえなんですよ。ただ、これすごいね、これ。これはすごいわ。そうでしょ。俺、失礼しました。いやいや、あの入り口見ると、そんな感じしないからね。入れると思いませんよ。はい、あ。これは裏は、ま、回れるんですか。回れます、ちょっと。裏ちょっと回ってみよう。おお、せっかく大きいね。大きいよ。ああ、この石棺はちょっと古い方やな。そうそうそう。まあまあ、このお墓自身がね、もう6世紀ぐらいから、もう週末。もうかなりの。そうそう、そうそう、そうそう。これも掘ってますんか。そうそう。これは何もしなかった。ただ掘っただけでしょ。だってそうです。向こうの方が。そうです。やっぱり正面から。一回掘ったけど、穴開けたけど。でも昔の家であれ入れたんじゃないか。そうですね。うん。蓋開けられへんし、油が重たいし。これお姉さん入り口から相当あります。何メートルあるんですかこれ。15、6メートルちゃうかな。そんなあるんですか。うん、はあ、はあ。もうそね、そこまで。はい、あ。で、あの二人は入ってこないかったんですか。あのね、いつも悪いです。一人はまあ宗教者のことあるけど。宗教者。多分ね、東山さんもうかなんで狭いから。そうでしょ、まあ石舞台もすごいけど、それに石舞台に匹敵しますね、これ。匹敵しますね、もうそうですよ。ああ、すごいわ。これは一見の価値あるね。ありがとう。こんな価値あるやつをね、何回も来てんだけど、あこの入り口が狭いからさ。あ、そうです、もう見ればあるでしょ、すぐしますね。あれ見たら、はい、誰でも入ってもいいんですか。うん、入れますね。あれ見たら、しかしこんな大きいね、石室があったと思うわよね。そうこれはもう桜井のね、でも今あの桜井でこの 入れるには何個かあるんですか。あ、4つあるかな。安倍の西古墳と、ここと、はい、で、草が入れる。はい、もう一つどこかやったかな。やっぱそういうのが一番もう大きい。以上見てもこれが一番もう難東です。あの、ちょっと行ったところにあります。あの、はい、なんとか古墳が。草が草が、まあ、もう一つ。あの文字、はい。はい、あの、目線の方にもあります。そうそう、行きましょうかね。2つ、3つ。あ、ここから出た。これ石大きいの落ちとるけど、どこ落ちたんですか、これ。落ちてた感じじゃないな。落ちてた。ほんまやな。いや、これもともと。まだゆっくりしててくださいね。これもともとあったんですか、これ。ああ、あったと思うけど、こんなん、今、久しぶりだよ。もうちょっと石注意してや。ないです。もともと置いてあったから、そこは注意して頭を打ちましょう。はい。まだゆっくりしてきはったよ、しも。いやいや、あの、ゆっくりもあのできるんですよ。天皇陵古墳というのは、桜屋何基あるんですか。天皇ね。はい、天皇と言われるのは、頑張ったね。ちょっと出てかない話をすみません。すみませんね。今、あの、あこの除名天皇は回ってきたんだけど。あ、除名さんはね、はい。これ、ほんまに大変や。ちょっと待って、ここから狭くなると。よいしょ。
貼っていいかね。貼って、ここに何か置いてません？この黄色いやつ置いてません？黄色いやつ、蓋、キャップ、白のカバー、ないです、ないです、ない、白いやつ見当たらんね、この辺には。あ、白いちっちゃいやつですか？あ、そう、丸いやつ、丸いやつ、はい、ごめんなさい、ちょっと今外れました、ありました、ありがとう、よかった、大丈夫ですか？どうでした？ありがとうございます。どうでした？もう10年ぶりの怪我でございました。ああ、そうですか。10年年前。あんな石棺があるのはここだけですからね。一番大きい。これですかね。あ、悪いのです。どこのガイド？あ、悪いやつ。下。どこのガイドか？桜屋。桜屋の？ランチャーから。そうですか。あの、YouTube やっとるけど出していいですか？入れるだ、入れるだ、入れるだ、ありがとうございます、はい、名前は僕らも入れない、ありがとう、いいですか、あのガイドさんも入らなあかん、やっぱガイドも入って、あの人が一番プロやから、説明、ここで案内していただくときは、ガイドさんも一緒に入らはんの、入らはん、僕は入りません、なんで？ここやんですよ、電車共同所いや、わしもそうやけど、あの、この音すごい、あの、古墳入るときは絶対一人だけだけどね、ああ、もうなんかあった、携帯も繋がらへんしね、もう落ちた終わりですからね、一生落ちた、もう絶対一人で、ビビらさないでくださいよ、夏はやめときな、ここはあの、マムシも来るしね、もう蚊もいっぱいですしね、いや、梅雨の時期にわしはそこ入ろう思て、ああ、それで、そこで、あの、パッキン引いて、で、ダーッと滑って、ベトベトになって、そこでやめてもらって。何月ぐらい？いや、5月から6月ぐらい、雨の時に。雨の時に。で、上から降りるところにダーッと滑って、だ、うん、けど、こうやって大丈夫だろうって、パッキンだけ引いてね。なるほど。そこでもう、冬ですね。冬がいいですね。そんなこと分かってへんからね。僕大丈夫です。大丈夫です。これじゃ3、5分なのかな、いやー、ここ初めて来た、この辺から何か来たらいいかね、入れるんだね、いやいや、そんな、まあ、調べたくて来るだけで、上は中にあるからこれだいぶ小さいですね、向こうと比べると、もう全然違う、はい、ここ中にはまず石棺とか入ってるんですか？いや、ここにない、ここにない、もうこれもう、入れんことないけど、ちょっとね、やっぱり狭いからね、水道裏が、こう。それぞれ広いですね。まあまあ、入り口も広いし、入れんことないね。ねえ。こういうような、なんかたくさんこういうようになったわけです。広いですよ、これ。あ、今でも10個ぐらいあるんですか？うん、あれ、潰して相方にしたの。うん、前のちっちゃな墓をね、古墳を。ほんでああいう大きなのを腰がいてる、あ、あの先のやつは、そうそうそう、一応潰して、そうそうそう、だからもともとこがそういう、あ、この辺があったね、もう向こうからね、殺されてすぐ一日でもうしたということだから、まあ、うなずけんことない候補地はね、うん、はい、でもこの辺いっぱいあったりと、この山辺のあったりあったりあったり、いっぱい墓があるんでしょ、そうそうそう、で、さっき言ったあのうちの朝倉のあの辺の大阪古墳もそうなんです、うん、ねえ、はい、なんかあったりあるんだな、あの王家の谷言われるんですね、そこの一族がおったら、そうみんなそこへ入りますよ、そういうこと、軍主婦、まあそんなことです、はい、ありがとうございました、すいませんでした、助かりました、いやいや、もう来た道帰りましょう、向こうね、あの滑るのわかりませんわ、ぐるっと回ったら左側の道で怖いから、もう同じ道帰ります、到着予想時刻頃の天気は雨、ゲートレゼア